瞑想は観察することです。何を観察するのですか。まさにこの世界の全ては変わるという事象を観察することです。事象を観察するとこだわりから離れる心ができます。執着から離れる心ができれば楽しもうとする心がなくなります。楽しみたい心がなければ探る心もなくなります。瞑想は無償を観察して執着を取り除くのが正しい瞑想です。西洋で流行するマインドフルネスは究極の瞑想ではあります。それは精神的な安定を取る方法です。ストレスを解く方法です。マインドフルネスも十分に良い方法ですが、瞑想が目的のものではありません。無償を観察しながら瞑想を続けていきましょう。無償を観察しながら瞑想